こんにちは、ハスラーのリメルのドライブログです。三重県志摩市を走っています。これから三重県志摩市と鳥羽市を結びます。三重県道128号、鳥羽阿吾線、通称パールロード。こちらを走っていきたいと思います。パールロードはこの先を右折のようです。パールロードは間もなく左折です。それではパールロードへ入っていきます。有料時代の名残でキロポストが設置されています。左側に志摩スペイン村があります。30年ほど前に家族で入ったことがあります。当時は8月下旬で天気が不安定だったので、激しい雷雨の中、落雷を避けるために園内を走り回っていた記憶しかありません。
道路幅が広くなっていますね。有料時代の料金所跡地でしょうか。
右側には海が見えるはずなのですが、木が邪魔でほとんど見えません。12キロポストを通過しましたので、パールロードの半分ほどを走ったことになります。
この先、休憩所がありますので、一休みしていきます。災害復旧のため、交互通行になっています。青信号になるまで、このまま待ちましょう。それでは鳥羽展望台で一休みしていきます。休憩所はリニューアル工事のため入ることができませんでした。パールロードの旅を再開していきます。
路幅が広くなっていますね。ここも有料時代の料金所跡地でしょうか。パールロードも残り 1km となりました。30分ほどかけて走りましたパールロードの旅もそろそろ終わりのようです。工事による片側交互通行のようです。ここがパールロードの起点、ゼロキロポストです。パールロードの旅が終わりましたので、三重県道128号鳥羽阿吾線の旅は、この辺りで一区切りとさせていただきます。お疲れ様でした。